河原にやってきました。河原といえば、ステニンニクですね。これが、河原にですね、捨てられている、ニンニクです。なんで捨てられているかというと、実はこれは秋にですね、収穫した時に、今はですね、機械で収穫するんですけど、結構ですね、傷がつくんですね。その傷がついたニンニクというのは腐敗が早いので、まあ置いといてもすぐ腐っちゃうので捨てられるんですよ。そしてこういうふうなところに放置されているわけなんですけど、そうするとですね、それが春になるとこのように芽を出して、いわゆる河原の捨てニンニクということになって、私なんかがこれ切れちゃった。ちょっとね、こんな感じ、根っこはいらないんですね。ここから、今から切っていきたいと思います。ちなみにですね、似たものが入っていますが、これは、勝負ですね。そしてこちらが水仙。これ花が咲くんでね、間違う人はいないと思うんですけど、でも結構こういうつぼみがつく前のやつはね、ニラと間違って食べる人がいて、結構食中毒の事例になってますね。なるべく太いやつ。これはですね、去年の秋捨てたばかりの1年目のニンニクなので太くていいです。これはですね、2年目とか3年目です。もう栄養がなくなるとこんな細いんですよ。これは捨てられたばかりなので、太いニンニクです。こんな感じです。以上です。これはですね、河原の捨てニンニクというものなんですけれども、これをですね、これからちょっと刻みまして、ニンニク醤油を作っていきたいと思います。餃子ニンニクでこれを作る人はね、結構いると思うんですけれども、なかなかこの、ニンニクの芽っていうのは手に入らないので、作る人は少ないかとは思うんですけれども、美味しいですよ。なんかね、自然のものなので木の葉っぱとか洗った時に取ったつもりだったんですけど、木の葉っぱが混じってました。もうこれだけでね、強烈な匂いがします。こぼれた。ダメだこれ。これやっぱこうやってこうしないとダメなんだな。人間に失敗してなんぼ。失敗を恐れては何もできません。ただね、失敗したらね、謙虚になることが必要ですよ。謙虚になることがね。あの時こういうことがまずかったんだなっていうね、それを次につなげていけば、いくら失敗したって大丈夫と生徒たちに教えてきたつもりだったんですけどね。よいしょ。これだけニンニクの芽を刻みました。でこれに醤油を入れます。
もうこれで OK です。変なの入れるよりも醤油だけでいいと思います。もうちょい入れるかな、醤油。これは焼肉のタレとかですね、ベースになります。醤油全部入れちゃった。これ冷ややっこにかけたりとか。いろんな料理、あとね、これ最後にあのミキサーかけるんですよ。で、ニンニク醤油の、まあ、とろっとした、ペーストじゃないんだけど、ニンニク醤油にします。これがですね、これがあの、青い唐辛子を入れて作ったものなんですけども、この辛さと、これを後でブレンドします。そして、ニンニクの匂いの、いい匂いのする、唐辛子醤油。これが焼肉のタレに最高なんですね。あとは馬刺しのタレとかいろんなものに活用できます。よし。